さあ、久々のバトルフィールド5やっていきましょうかね。東京ゲームショウね、先日行ってまいりましたけど、すごくね、面白かったですね。いろんなまた新しいゲームが、開発されてるっていうのでね、また今年、来年初めあたり欲しいゲームがたくさんね、増えましたけど もうお金が足りないよーっていうね。まあ、相変わらずやっぱり人は多いですね、あの会場はね。あんだけ大きくて、大きいのに、もう人がね、隅から隅までパンパンになってるっていうね。あれ？あれ違うか。一人倒して、後ろ来るよー、気をつけて。ほら。おー、もう一人いた。おー、いるー。ちょっと待って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 、これやられるかも。いや、あそこ2、やべ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 、突撃兵いってるわ。こっち前来る。あー、やばい。うん、建物の中、あれ違う、こっちいるのか。どこだ、いるじゃん、遠い。こっち来るよ。気をつけて。俺と同じこと考えて裏から来てる人はいないか。とりあえずこっちスモーク吐いて。吐いててどういうことや。スモークおえって。おかしいやろ。まあ、今回その東京でゲームショー見に行って、やっぱまたちょっとやりたいゲームたくさんありましたもんね。今回実際見に行って思ったのは、デスストランディングね、あれめっちゃ面白そうやったわ。ストランドゲーム。ちょっと2日目、実際ね、なんて言うんだろう、発表会じゃないけど、見れる機会があったんですけどね、小島監督を。僕ちょっと用事があってね、幕張メッセからもう、だいぶ遠いとこ行っちゃってたんで。見れなかったですけどね、僕の大好きなね、大塚明夫さん見たかったな。お、やば、ここまずい。あーだ、行って。うわ、ここ一直線並んでるな、敵さん。やられるぞ、これ。大丈夫か。あら、ちょっと待って、まだ来るから。 また来るから、生き返せないから。ちょっと待って、待って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 、リロードするから。これやられるな。あー、やられるかーい。 ちょっとしゃがんで。あ、くそ。 わー、こっち来るねー。さあ来い。とりあえず1人倒して。味方ごめんね、なかなか生き返せないのよ。こっち来るな。やりよるー。うお、また来るー。あかん。無理や。あー、ちょっと待って。 とりあえず一回スモーク焚いて。あ、いや、くる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 、おる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 。からの後ろに、違う、これ味方。 やった。右一人いた。ウォッチ。あ、ウォッチ。あ、バカ野郎、俺。なんで斧とか出しとんやん。 ちょっと上に。うわ、たたたた、自分の、自分のグレネード跳ね返ってきてるし。また、どうやって、あっ、ぶな。お、もう一個仕掛けられてない？お疲れさん。なんかね、足音してんだよね、さっきから。どこだろう。あ、下か、下いるじゃん、下いるじゃん。ちょっと待った。いやー、これまずいな。ちょっと一回反対側から降りよう。おるんかーい。どこ行った？あぶね。反対側から降りまーす。危ないから。まだ来てるな。うわ、危ない。うわー、窓んとこにおるし。てかね、本当に
千葉行ってる間ゲームがしたくてたまんなかったんですよ。一つだけね、試遊できたんですけど、 R タイプね思った瞬間ちょっと感動しちゃったわ。あの PS4 のコントローラーのこんな感じやったっけっていう旅行にコントローラー持っていけばいいと思います。いや、それね、ツイッターでつぶやいたんですよ。持っていこうかなってだから持ってって何するんだっていう話ですけどねコネコネしてるだけいやいやいややりたいゲームがあったらつなぎますよ。すいません、マイコントローラーで使用させてくださいって言って感じ。いや、もしかしたらそういう新しいゲームができたのかなって思う人もいるかもしれない実はどっかにモニター持ってんのかこいつみたいなあるかそんなもんVR ゴーグルつけてごまかす俺の視界がなくなるわそんなもんていうかそんなことするんだったら普通にポータブルゲームみたいなの持ってきゃいいんだよね。スイッチとか、スイッチいいな。誰かスイッチ買ってくださいどうね、コントローラー自分につないで強化してます。パン出せば全て解決します解決しないでしょそれだからポータブルゲーム持っていけばいいんですよこんばんは。ソニー系はまだビータですか。はい、こんばんは、いらっしゃい。アイスボーンではどうもお世話になっております。このね、発売日くらいに買ったのにハンターランク5の自分にアドバイスください。ハンターランク 5? いや、もうアドバイスって僕のアドバイスはアドバイスじゃないですよ。モハンはもう自分でね道を切り開いていってください。なんかハンターランクとかね、まあ BF でもそうですけど、なんかランクとか成績とか気にするよりもなんかその場その場を楽しんでいくっていうのが大事かもしれませんね。名言出ました名言はい、拍手、はい、拍手よ、名言製造機ちょっと今飲み物吹き出しそうになったからよ、名言の花咲果人さん太鼓持ちやなみんなどうしたんやよ、言葉の迷い人もう褒め言葉じゃなくなっとるなみんな。ダフ行くぞ、ゴー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 これが狙いやったんやで、ドリフトもできるんやでっていう。わー、来るね、どこだろうどこだろう、右来るな。いや、ちょっと待って、上来る。あこれがクオリ、クロアリ、クロアリのクオリティですよクロアリティクロマティみたいなフォーレンクロマティ崖下のクロマティ急にジブリネタ。クロマティさんも困っちゃうから、崖の下にいたら康介お腹減ったなんて言わないから康介お腹減ったって言わないからコスケなぜ無視するって言わないから待って、味方生き返したいけどちょっと厳しいね。生き返せるちょっと受けたと思ったらすぐ使うんだから、もうコスケじゃない、ソースケじゃんまたあれだね、あのボヨミちゃんおかしくなってるね。あそこいるぞ、やったー一人もらった。過剰に喜んでいくスタイル。どうも、クロリです。右、今山んとこおったな。頭見えたわ。あそこおるわ。どこ行った？ああ、あそこ頭見えてる。ああ、こっちから来る。ひぎ、タップ打ち、炸裂。そんなにすごい技でもない意外とみんな使ってる
やらせるかい。ちょっとかっこよかったな今。ちょっとクールなとこをね、やっぱ僕も見せていかないとね。多分この辺走ってると敵さん多分その辺にいると思うから、その辺とかこの辺とかあの辺とか。年取ってきたらもうそのそういう言葉しか出なくなるぞ。本当に黒割さん、ちゃんと頭使って喋らないと。あれとかそれとかどれとか。やられません。でもめっちゃ囲まれてます。あかん、ちょっと待った、後ろ行くぞ。引かんと無理、引かんと無理。うわちょっと待って、うわあ、はこれ勝ったらかっこいい。勝ったらかっこいい、これ生き残ったらかっこいい、これ生き残ったらかっこいいぞ、これ生き残ったらかっこいい、これ生き残ったらかっこいいよ。あーこっち来るな。無理やった。うつっちいな、懐かしいね。山本貴弘さんやったっけ、織田裕二が出てこんで、なんで山本貴弘が出てくるやっていう話だけど。サンバリヨーサンバリ。全然違うやん。曲調を変えるんじゃない、ダラララヨーサンバリヨーサンバリサンバリトゥナイエーイ。そんなポップなドラマやったっけ。踊る大捜査線って一回棒読みちゃん切ってからつけると復活することあります。これでいいのかな、よしこれで治ってるはずだ。治ってなかったらもう山本貴弘やります。治ってないじゃん。棒読みちゃん治ってないじゃん、まあ、言っちゃったんで、まあ、男に二言はありませんよ。山本貴弘のモノマネねやりますよ。ズチラ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 。はい、ということでね、 VF5 やっていきますんで、ごまかしていくスタイル。和久さんって誰、あ、それ和久さんって。枠さんじゃん。誰だよ和久さんって。和久さんって誰、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 和久さんって誰。枠さんね、そうだよ、枠さんとも読めるじゃんそれ。おっと、あれ敵乗ってる、乗ってない、わっちゃ、おー怖っ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 、何今の。おー怖っ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 、おー怖っ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 、どうして現場に血が流れるんだ、どうして和久はここにいるんだ、なんでなんで左にも和久がいるんだ、あーこっちにも和久がいる。ちょっと今後の和久に対するちょっと接し方を変えていかないかんくなるな。おいちょっと和久来いよっつって、和久来いよっつって、体育館裏来いよっつって、なんすか先輩っつって、おめえこの前配信でよくサボってたなとか言って、うすいませんっつって、罰として焼きそばパン買ってこいっつって、わかりましたっつって、カズシタ、カズシタってなんだ。ちゃんちゃん。クロアリ劇場でした。全国のカズシタさんに謝罪した方がいいレベルのいじりっぷり。この度はカズシタを雑に使ってしまいまして大変申し訳ございませんでした。ただわ私としましては踊る大捜査線の枠さんを和久と読み間違えてしまい、そこから盛り上がってしまったというこのね、どうしても避けられないこの盛り上がりを
盛り上げるべく何を言ってんだ俺は。やっぱこういうことに関してはね、すごく言葉を選んで喋らないといけないね。なんか一つ間違うとちょっともう今はもうコンプラ的にねまずいから。コンプラですから、天ぷらじゃないです、コンプラですよ。コンプライアンス和志さん。すぐそうやって名前つけるんだから。最後に一言言えばいいんですよ、記憶にございませんと。そうです、記憶にございません。私は誰、ここはどこ。クロマティだよ。クロマティと和久しかダイジェスト残らないよ。残りませんよ。みんなと僕でそれを生み出したんですから。それを使っていかないといけない、もう責任がある。僕やダイジェスト動画を作るのに和久とクロマティを絶対使わないといけないという責任があるんだ。みんなその責任を果たすべく、私はまあ明日か明後日かまあし明後日か動画を作ります。適当やな。もう題名はクロアリーとクロマティと和久の楽しく BF5。 それじゃあ使わせていただきます。すぐ使うクロアリー。ズチラ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 。